はい、こんにちは。英文法のなぜなに講座第10回目。ごめん。なんで explain it to me じゃないとダメなので、多分第6回か5回ぐらいに予定しとったんやよね。抜かしとったね。もうごめんな。はい、やります。多分、一応ね、最初の計画ではこれが最後やもんで、一応これが最終回っていうことに今なってますけれども、まあ多分何かもし、あったらとか、ご要望がね、あったらとか、これ個人的に僕がなんでこれこうなんやろうと思ってシェアしたいなって思うやつがあったらまた追加します。はい、じゃあやっていこうか。どういうことかっていうと、これなんかの文法書で高校の時やったかな、なんか問いとって、で、なんか2つこう、大体こう選択肢が4つあるじゃない。んで、explain it to me っていうのと、explain me it っていうのがあったのね。こんな感じ。My teacher explains me it っていうのと、My teacher explains it to me みたいなのがあって、あかんのどっちかみたいな になったのね。で、答えをどうも見てみたら、こっちの上の方な、上の方がダメって言ってて、で、下の方が丸だよって書いてあったわけよ。なんと思って。でもなんか理由がそんな書いてなくてさ。で、結局今に至るわけないけど。で、まあちょっと改めてなんでかってちょっといろいろ考えてみたんやけど、なんかね、本を読んだりとかね、わーってなんか走り回ったりしてみたんやけど、どうもなんかいい答えが見つからなくて。で、個人的にじゃあもうちょっと考えてみようと思ったので、ちょっと今回はね、個人的な解釈、まあ、今回はっていうか前も個人的な解釈結構多いんやけど、なかなかちょっと個人的なっていうか、こう僕の考えみたいなのが多いもんで、ちょっと気をつけていただきたいんですが、じゃあ早速理由1いきましょうか。explain っていう単語なんやけど、まあ、説明するって意味だよね。で、この説明するっていう意味からだよ。どうも、この並びをね、見ると、ま、よく言われるのがさ、こう、英語って、こう、なんちゅうのかな、大事なものを先に持ってくるみたいな言うやんか。っていうふうに思ったら、この説明するっていうふうな単語っていうのは、むしろ、こう、なんちゅうの？よっこいしょ。誰にさ、説明したんっていうふうに聞くよりも、いや、何を説明したんみたいなさ、言う方が聞きたくない？怖い怖い。っていうふうに僕は解釈してます。今ね。説明するって言った時に、その中身、内容を僕は先に聞きたいなって思うね。誰にそれ説明したんって聞くのってなんか変かなと思う。っていうのが、まあ一つ、僕のね。それから二つ目は、音がこっちの方がいいっていう、もう単純な感じです。explains me it ってすごくなんか言いにくくて、僕は。explains it to me の方が僕好きで。なんか、わかる？これ。わ かるかな？ explains it to me の方がなんかいい感じしやん。僕すごいいい感じするんやけど、こっちの方が。言いやすさってやっぱ大事かなと思って、言語だし。答えになってないよね、これね。ごめんね。やけど、なんか、まあ、それも一つの要素になるのかなとかってちょっと考えてたりとかして。すごい雑やね。ごめんね。でも、こんな、まあ、でも、こっちかな。僕の今、一番大きい、こう、理由付けっていうのは。こっちかなと思います。はい。そしたら、じゃあ、まあ、今日はなんかこんな感じで、ちょっと短いかと思いきや、ちょっとね、余談をしようかなと思って、第8回目やったかな？この、第3文型と第4文型の書き換えだね。A teacher teaches students English っていうのと、A teacher teaches English to students っていうのがあるじゃない。で、これが、まあ、書き換えはいいと。もうな、分かったやんな。一人でできやんものは2で、一人でできるものは4やった。teach っていうのが教えるっていう意味やから、教えるっていうのは誰かがおらんと教えられやんね。だから一人じゃできやん行為だから、to を使ってるよっていうのはいいんだけど、じゃあ、書き換えができるんやで、なんか意味ちゃうんやろって話になるやん、また。
もうそんなこと考えやんくっていいやんかって人もおると思うけど、気になってしゃあないねんな。で、大学でなんかね、授業で聞いたのは、どうも上のね、A teacher teaches student English、 こっちの方がどうも普通らしいです。普通に言うらしい。普通、近所のアメリカの人も言ってた、こっちの方が普通みたいなこと言ってた。で、こっちの方はあのちょっと大学で聞いたのは、一つはこんなんです。箇条書きにしようか。どうもこの前置詞が噛んでる方のこの文章の方は教えたよと、とりあえず教えました。先生、この先生がな、先生がいや教えたんやって、教えたよと、教えたんやけど、そのこの子らな、スチューデントが理解してるかどうかまでは知らんでみたいな感じらしい。面白いよね。教えてよ。けど理解してるか、こっち書こうか、どうかは知らんでみたいな感じらしいのよ。って思って聞いとった。で、もう一個はなんていうのかな、こうイントネーション的にね、 A teacher teaches English to students みたいな感じで、ここがちょっと強調される。だから誰に教えたんっていう感じやね。誰に教えたんって言ったら、to students って感じだから、誰にって感じやね。誰に教えたんっていうここの部分を強調するっていう言い方の場合、誰にを強調したいとき、強調こんな風なことらしいです。下はね、なんとなくわかると思うよね。なんかこうイントネーション的にそんな感じしん、 A teacher says English to students っていう感じでね、生徒に教えたよっていう感じのニュアンスが出ると思うんやけど、この上の方はね、なんか知らんかったね。教えたよけど理解してるかどうかは分からへんでって。なんか普通はだから先生とかはこっちの方を使うべきらしいです。こんな聞こえ方をしちゃうから。面白いね。はい、余談でした。はい、じゃあ今日やった、このね、explains it to me じゃないとあかんのかしら。僕もすごい個人的な解釈であれなんやけれども、まあなんかちょっとステップとしてね、ああ、こんな、理由やったなみたいな感じでね、また理由付けとして覚えといて、で問題解くときにやってくれたらいいかなと思います。はい、じゃあ第10回までお世話になりました。楽しんでね、また見ていただけたら嬉しいなと思います。次のカリキュラム何しようかなと思ってちょっと考えてるんですけど、また見たいなと思ってくださる方がいたらまた見てやってください。はい、じゃあこれでこのカリキュラム終わります。ありがとうございました。お世話になりました。